どうもしょれです、ドラゴンポーカー実況前回の続きからやっていきたいと思います。今回なんですが、選抜ガチャ引きたいと思います。僕が引きます。とりあえず今回は緑の森のベルゼブブが追加されて、選抜の森が、リーロン、ベルゼブブ、ゴリラ将軍となってます。でゴリラ将軍はダスキルレベル4なんで、僕まあダスキルのやつ K がいるんで、まあこれ欲しいのと、あとベルゼブブ新しいから欲しいのと、でリーロンもまあ新しいようなんで欲しいのと、とりあえず全部欲しいやつなんで緑狙いでいきたいと思います。緑ええな、欲しいもん、緑ええね、欲しいやつ。これベルゼブブが一番欲しいわ。まあこれもええやけどな、これメリクリウスとか欲しいんやけどな。メリクリウス威力やろ、うん、確かに欲しい。メイリーも欲しいけどな、まあどれでもええやけどな、実はどれでもええやけどな。 K 以外全員欲しい。 K 以外は、 K はな、 K も2体持っとうから。 K はほんまええでも。森いきます。ええ、あ、もういったな、なんや何言うてた。あ、森や、そうだ、限定かと思って。そら限定や、もうないもん、龍石。もうポンポン行くな。ポンポン行くな、俺はもう久しぶりやからもうポンポン行ってまん。ポン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 、うわぁ、何のエースもないとこから来る可能性も一応あることあるかもね。そんなある。いやもうレースレアエースであれやったからな、レース来たからな。何もない時にはないやろ、さすがに。いや、あると思うよ。これビブラスからない気がバーン来るから、ポンポン行くで。あー、なんもないなぁ。この感じ、オーラ、全く感じ、オーラ感じな、感じてへんね、俺はオーラ。これオーラ大事だよ、オーラというか、その、もう引き寄せそう感。いやでもな、前のベリルみたいな引き寄せそう感今ないぞ、空気的に。まああれはでも別に今は使ってんからな、俺も、溜めとるわけよ。前大概使ってもだもんな。前も前大概使ってもだもん。いや正直な、俺な、別にコストはもう足りんから、もう実はいらんかもしれんの。なんかとりあえずおまけで持っとこうかなって。あ、ちょっと最後の1回それ。いやいや違う、うん、俺も1回引いておこうかな。水、おいエッセンシスが来いよ。水じゃあ俺も1回。え、いけいけいけ、こあれ通常遅い、来た、これ来た、全然来へん。あー全然だから全くやん。おお、タカの相棒やん。相棒やん。ヤドカリヤドカリヤドカリか、早かったな。早かったな、早いな。なんかないんか、進化できるやつ。結構あるやんじゃん、肉まんめっちゃあるんじゃん。俺肉まんめっちゃあるで。肉まん多いよな。肉まんあった。肉まんの数半端ないけど。いや、ベルゼブブ意外となんか虫っぽいなこれ。ちゃんと見たら。でも一応魔界系のやつなの。悪魔っていう設定。一応誰かなんかないかな、進化できるやつ。入らんやな、ちゃんと。あ、肉切ってたら進化させてもでもええかもな。あ、でも一回進化しようか、あかんわこれ。あ、ベリル進化させよう、そういえば。ベリル。足りとうか？お、足りとるやん。名前かっこいいな。ベリル。進化させよう。よし。もう肉まん食わしていこう。これも食わそう。多分羨ましいな、ベリル。羨ましい。はい、レベル50。レベル50。ラストにかけよう。これ多分3つぐらいもらえるやろ、リズム。もらえるやろ。うん。これにかけようじゃん、もう。SS やったら5本ぐらいもらえるんじゃん。かもな。かもね、かもね、そうかもね。今なんかキャンペーンしとるやな。そのクラゲとかでも一緒やな。まだ新規スタートダッシュキャンペーン。何をもらえるやん、ま、あ、マジで。え、まだもらえる俺ら。いや、もらえる。いや、あれね、新規だけちゃう。ああ、そうだな。俺、あの時、フェニックス選んでもたしな。全員あれやろ。なんか、回復系やった。もうこれもやっていくか、色違うけど。もうやってまん。これなんぼでもに入るで。だってそうやな、なんぼでもやろ。ベリルに食わベリル。もう育てるやつがな、限られてきとんやろ。俺2匹とも残る。おる、あと俺でも1匹進化させようから、もう龍石もらわれへん。まあ、ベリルそろそろ育てない。ちょっとこいつエースのくせして、エース半端ない弱さしようやんな。エース以上なんか俺すぎや。うん、あ、わかった。俺めっちゃスペシャルポイント溜まっとるから、それでスペシャルな引き見せて、あれしよう。スペシャルな引きゲッ、めっちゃあるやん。8万ポイント交換せんでええな、ポイント。そんなためだ。高見て、全部交換済み。交換済み。これが俺のだから力よ。早いでえよ、らおら、タカさんよ、おら早いで。この頃まとめてクンフガシャるよ。スキルフェアリーばっかり取った。あー、もうここですら出えへんって、どういうこと。肉まんが SS 来てくれよ、肉まんの。肉まんが無情にも過ぎ去っていくんやけど、俺の目の前を。これあれなんや、動画内やったら特にやけど、後ろのやつええやん、スペシルな。あるで、結構あのパターンあるから、やるかな俺も。いや、しかも基本的に後からのやつが来んねん、やっぱ。最初に言ったやつだ、基本的にええの後編になっとうかな。おー、ラッキー。俺
俺も流石36個ある。おー今回やばい39 SS めっちゃ多いやん。おい来た、めっちゃええやん。 S マンやん。 S マンうまいな。 S マン食うわ。そっとベリルさん、ベリル、ベリニー、ベリニーとりあえずあと 4レベルやからさ、4レベル上げたよ。そうです、青を上げとったらええやんと思うな。青、おおしかも SS が青ばっかやラッキー。いった、あーあと1レベル、もうちょっと。オッケーオッケー、これで1回ぐらい引けるやろ。で、この1回で引けてもらうときあるからね、やっぱ。あるな。3人同時に引くか、じゃあ。そうやな。うん。ラストやしな。これなんか誰が行きそうな感じやねえな。いつも誰が行きそうか。ウェイ、ベリル進化。ベリル進化ー、レベル、あ、レベル、あ、強化。進化。いきます。いやー、いいね。お、どんなのあるんや。逆の方向いただけやな。よくあるパターンな。でもヘッドホンしとるわ、ダイヤの。ダイヤ、ダイヤホン、ダイヤホン、ダイヤホンや。ズガン、ベリル、ベリル、ベリル、一番下かな。一番下やな、ベリルは一番下。お、まあ、こいつが最後やわ。いやー、ベリルさん、ここソウルイーター1から5回、これ強いよな。うん、あとこの古文スキルがやたら強いよな、これ。確かにな。28% ってえぐいと思うわ。よーし、ではでは、ラスト、ラストフォーチュン。あと1個あったらあれやな、2回できる。あ、ここもらえた。あと1個あったらいいな。そう、まあええわ。じゃあ俺は、あとでも2回ぐらい引きたいな。なんかノーマル進化させよう。俺も緑引こう。2回ぐらい引かな、ちょっとなんか引けそうな気せえへん、自分がおるな。2回ずつ引けそうな気がする。うん、6回ずつ、6回ずついけるやん。6回ずつというか6回でいける。ベルゼブブさん欲しいです。誰か進化できるとおらへん。おこのトロールとか進化してんちゃう。とりあえずヒーとミスかな。俺はほんまにそっちの戦力が全くない。ヒミズ、ヒミズ翔太くんだか。ヒミズ翔太は誰それ。ベルゼブブ神やもんな。余裕で余裕できたけどもうやもん。もったいないか、もったいないな。どれぐらい使ってんやこれ、教えてくれ。調節だし肉まん1つとこれぐらい。おお、完璧、余裕でいくな。余裕やん、肉まんの力偉大やな。え、これ肉まん使いまくったらめっちゃ進化させれるやん。そうやな。というかさ、てかさ、あ、でもこれ強化のあれ持っとったっけ。俺持っとったっけ。持っとんじゃん。ドロールドロール、たーっ、火やかんやん。何やねんそれは。火やかんやんけ。なんかおらんのか。火は火、こいつや、こいつ、このクラゲよ。こんなもん絶対いけるやん。ほら、いいだこれや、これしかない。強化ベスト、強化こいつだから。何個、1万1個そんなの行くわけねえやんけ。だからお父さん、これあと1つ。小肉は5つでマックスなんだ。めっちゃええな、楽勝やな。よっしゃ、いや、こんだけ時間使ったわけやから、枠取ったわけやから。そうやな。そらこの動画が出とるいうことは、それ出とるいうことやんけ。この動画が YouTube 上にアップロードされるいうことは、それは出とるいうことやんけ。だから。まだ、引く前にそんなん言ってる。これが、この動画がアップされてんいうことは、それ出てへんかったいうことや。出てへんかったっていうことやな。っていうことは、これ出とるやんけ、だから。ネタバレやな。違う方が。そうやな。この動画が YouTube 上にアップされるいうことは、誰かが引いとるいうわけやから。すでにネタバレしてます。誰かが引いとるぞ。よし、図鑑やな、図鑑。ベルさん、ベルさん。ソウルにたか思わなあかんわけやな。図鑑。あー、やばいな、これ。緊張するな。いくよー。クラゲどこや、クラゲ。クラゲ。クラゲーん。クラゲなの、前半にあるやん。バカ野郎クラゲ。やった。お化けクラゲ。うまい。2回引いたら、え、全員2回ずつ引けるん。2回ずつ引ける。余裕で行こう、じゃあ。絶対行こう。絶対行く。1枚引いたら、もう話ならんやろ。じゃあ俺、ヒート水引こう、1回ずつ。じゃあ俺は森行こう。森行こう。絶対森や。森や。モリモリ狙い、いきます、いきます、せーの、ドンと来い、どうぞ、ちょっと来い来い、どうしたー、っしゃー、マジでゲー、おー、来たー、ベルゼブブー、ベルゼブブー、やばすぎるやん、来たー。おい、さっきの俺のフラグ、フラグ立てやん、さっき俺フラグ立てわざと、さっき言ってんじゃん、あえてな、あえて動画になるぞと、来る動画になるぞと言った、これよ、これ、この引きよ。え、半端な引きやんだか、俺前と一緒やん、来てもだ、動画になった前のベリルの時と一緒やん。これでもこの動画 YouTube にアップされたわ。お
終わった。決定しとったけど。決定や。まあもう出んかったもあげるけど、そういったのが出るっていう、このあれを。攻めたらいけるんやな。あと一回どうするんだよ。行くか。どうするの。もう俺も水も。気にすな俺も。俺も正直な。盛り当てられそうか。盛り当たったから、俺正直まあ、火もまあ、もうどれ。俺はメイリンが欲しい。前から言っとけ。まあ俺はメルクリウスがめっちゃ欲しいんやな。どっちかって言ったら。おベルゼルも当たってもな、もん。でもな、ここな。あんな感じで当たるもんなよ。ここ残念ながら俺の相棒がおるんやな。まあ、左にな。K がおるな。K3 体目来たらな。まあもう入れるけどな、 K3 体。 K 詰め込むけど。パーンって聞いた。しかもこれの K のあかんとこな、これ古文としての使い道がないってとこやんな。確かに。ベルさん、もう一回行く。ベルさん行きたいな、もう一回。あいつ古文好きなのめっちゃ優秀やもん。こいつしかも能力めっちゃ高ない。俺やっぱベルさんじゃん。ほら見て。ベルさんじゃん。ベルさんめっちゃ強いってこれ。魔界のプリンセス、ベルゼブブやってったから。名前かっこよすぎや。かっこいいな。かっこいいな、これ。もう一回狙うか。行こうか、じゃあ。行こうか、じゃあ。いやね。ラスト1回。いやー、最高の気持ちやな。最高の気持ちやな。なんなん、これもう、うん。胃が取れた感じだから。胃が取れた。今、胃がないわ、今。肺だけで息しとみたいな。なんかもう、たぶん。引き寄せなの、引き寄せなの。引き寄せよ。せーの、あっ！引き寄せの法則。引き寄せ！ああ。まあでも、ええわ、ええわ。俺は、また俺つまんともだ。やばいすぎやろ。また俺つまんともだ。追いつけてへん。なんか俺なんかだって SS の、SSS のゴッド近いやつ、ベンチ入れやからなって、入ってんやからなんかデッキに。ベルゼブデッキ入るやん。ベルゼブ入る。でも俺、森本リア抜きたかったやん。俺もデッキ、全員強いな、揃った。あいつあれやん、ね、でも進化したらあれやで。いや、俺のデッキな、結構もう最近強いね。まずベリル。これ全員揃ったら結構強くなる。シャルル抜きたいとかやな。まあ、これもちょっと正直いらん。2キータ2枚。やばい。オーディン。オーディンはまあ、もうすぐ、レベルマックス。コブンでもつけれないけど、コストが足りんだよな。計2枚ランマル、アテナ、チェンシオンで、これでここにベルゼよ強し。これはヘルガトニーレベル1、敵に神属性のラミダ3型や。おー、あれと一緒や。赤ずきんと一緒や。ベルさんかっこよ。赤ずきんと一緒で確率で対象の攻撃力防御力素早さ1時間の上昇をそのまま奪う。おお、じゃチェンシオンとかの素早さ奪うのでかいな。でかチェンシオンの素早さ3あったら3奪えるってことやろ。要はそういうことやね。強し。コブンスキルよ。コブンスキル何これ。オーラ分の攻撃する発動時、スキル威力 15% アップ。確率で自分の攻撃防御素早さのいずれかを1段階上昇。おー、強いな。強いな。役関係なしに 15% アップで、上がると。上がる。これ上がるね。やばい、ええなぁ。ベルゼブブしかも初期能力高すぎこいつ。だって、アテナレベル67でこれないって。ベルゼブブ30でこれやからな。こいつ強っ。育てていくよ、今から。ちょっと今から、通算に育ててみよう。肉まん全部あげてみる。とりあえず。こういうの一番楽しい。楽しい。これがこのゲームの一番楽しいとこやから。上げるもんねえわ。どれが上がるのかちょっと見てみようかな。4レベルで40ぐらい、10ぐらい上がるのが1回につき大体。だから100いったらだいぶ上がらないもん。やっぱいやー引けてよかった。やっぱ後ろなんかおったらあかんわ。たかメインで引かない。メインで。そうやな。メインで後ろで逃げて引くから。そんなメインで引くことが大事。そんな目にやったんやったか。はい、というわけでとりあえず、今回も結局まだ僕だけ強くなるという結果になったんですけどね。まあそれもこのドラゴンポーカーの醍醐味というかね、誰がいいのを引くか分からないところへんが面白いと思うんで、次の選抜ガチャ来た時もまた誰かが引くと思うので、そちらの方もぜひ見てほしいなと思います。というわけで今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。バイバイ。